大丈夫ですかねはい、それでは最後ですね、はい、自分の方から、えっ、ー、と、イベントブリッジパイプスについて、えー、とご案内できればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速入っていければと思いますが、えっ、ー、と、最初にですね、あの、注意点としまして、えー、と本日時点での、えー、とサービス内容とですね、価格について、えっ、ー、と、記載をしておりますので、この点だけ、あのご注意して聞いていただければと思っております。よろしくお願いします。 はい、えっと、最初にですねあの自己紹介の方をさせていただければと思います。改めましてあの、甲子堂と申しますあの。ソリューションアーキテクトをやっておりまして、えっと、DNB というですねウェブ系のですね会社を担当させていただいておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。 はいえー、本日のです、ね、アジェンダ、こちらになっております、えーと、イベントブリッジパイプスのご紹介をです、ね、今回、差し上げようと思っているんですけども、えー、とその前にです、ね、そもそもイベントブリッジってなんだみたいな方もです、ね、いらっしゃると思いますし、まあ、そもそもこのイベント駆動というところで,です、ねあの、とても使えるサービスになっておりますので、そちらの前提をです、ね、少しあのおさらいをしながらあの進められればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 はい、では最初ですね、アジェンダ入っていきます。えー、とまずはじめにですね、今回イベントブリッジパイプスの前提となるですね、イベントドリブン、イベント駆動アーキテクチャについて少しだけあの触,れ触れられればと思っておりますので、お願いします。えー、分かりやすすくですね、えー、とイベント の非同期のイベントというところと、えー、と同期的な API といったところをです、ね、例に出して、えー、と理解を進められればと思いますが、えー、まずです、ね、あのシンプルな同期 API のサービス、API ベースのです、ね、サービスをあの例として載せております。えー、こちらはです、ね、あのクライアントが注文サービスに要求を行いますと、あの後続の,です、ね、あの会計サービスに、まあ、ダウンストリーム要求を行う必要があるサービスになっています。 ポストでオーダーを投げてですねあのそこからさらに後ろに後続に対してインボイスを投げてあの処理がですね同期的に進んでいくというようなサービスになりますこれはですねあの正常な応答を受け取りますと、えっと、201でですね成功メッセージを返してクライアントに応答し、まあ、処理自体は終わるかと思いますがこのようにですねあのシンプルなシステムにはですねこのような同期処理っていうのもまあまあ直感的で分かりやすく、まあ、最適な構成にちょっと見えるかなと思いますが ちょっとですねこの構成を変えてみて次に後続のサービスが増えた場合みたいなのをちょっと見ていければと思っております。こんな感じですね。今度はですね後ろ会計サービスの横にですね発送のサービスが後ろに増えています。引き続きですね同期する形でプロデューサーとですねコンシューマーのサービスが密にこう結合しているような状態になっています。この場合ですと えっと、ここのようにです、ね、例えば発送サービスですね、後ろがこうダウンしてしまった場合はです、ね、同期処理が失敗しますので、プロデューサー側にもこう影響を受けますと、発送サービスが止まってしまうと、受注サービスのほうもです、ね、影響を受けて止まってしまうという影響ポイントがあります。え密結合の場合はです、ね、このように障害ポイントが複数かつ、まあ、クオリティが低いものにです、ね、こう全体のサービスを、品質をまあ合わせてしまうというような形になっております。 また、ですねこうサービス増えた場合のことを考えます、さらに在庫サービスがこう後ろに増えたような感じをですね考えていただきますと、プロデューサーはですねこの API を叩く必要がありますというところで、コンシューマーのですね API 仕様をあの知っている必要があります。もちろん、ですねこの API の形で叩きますので、パラメータでどういったものが送ればいいのかですとか、どのようなですねスキーマ構成になっているのかみたいなところは、ですねコンシューマー側。 プロデューサー側からこコンシューマーに対して把握してないといけないという形になっておりますので、サービスを追加、またはですね API の修正があるたびに、ここのコードの修正が入ってきますというのが、この3つ結合、同期 API の形になっています。これらをですねちょっと解決をしたいと考えた場合に、イベントドリブンのですねアーチテクチャに変えた場合は、このようになります。プロデューサーはですね送信先を気にせずに、イベントをですねパブリッシュをすると。 でコンシューマーはです、ね、イベントをサブスクライブするだけで良くなります。この構成ですと、まあ、互いに粗結合となりますので、あのサービス同士の依存を排除して、ですね、まあ、障害が起こった場合にはこう、1つのこうサービスに閉じていてで、拡張する場合は、そこに開いている形という形で、まあ、影響範囲の分離、関心の分離といったことができるようになっています。先ほどのレースのまま考えますと、ですねあの発送サービスがダウンしてしまった場合もですね、 発送サービスに依存しているサービスがない形になりますので、影響分離ができるというようなことが分かります。さらにですね、サービスが1つ増えた場合でも、イベントをサブスクライブするだけで成立しますので、プロデューサー側に影響が発生しません。このようなです、ね、イベントという抽象に依存する形が良いのではないかというのが、このアーキテクチャの非同期イベントを使ったイベント駆動アーキテクチャという形になります。 これをですねまどう実装するんだという話になりますが、そのときに出てくるのが、ここまでのイベントドリームアーチテクチャを実現する際に、イベントバスと言われますけれども、つまりイベントをですね受信するパイプラインとなるサービスが、この Amazon イベントブリッジというものになります。 で今回です、ね、イベントブリッジパイプスのご紹介となるんですけども、まあ、そもそもイベントブリッジってどんなものなんだというところをです、ね、あのさらっとだけご紹介しますが、あの詳細にはです、ね、ご紹介はしませんが、このようなアーチテクチャの部分だけ、あの全体構成をです、ね、お見せできればと思っております。え大事なポイントとしましては、あの説明の上にで,です、ね、このイベントバスというところをご説明できればと思いますが、えつまりです、ね、まあ、イベントを受信するパイプラインを作るものなので、 まあ何らかの,このソースのイベントですね、例えばこの上の AWS のサービスの,あのイベントですと、S3 にこう保存されたですとか、例えば EC2 が停止したですとか、またカスタムのイベントですと、なんかこう、注文を受けた等々の,ですねあのカスタムのイベントを通知して、そのイベントから何かこう発火させるみたいなところをですね、作ることができるようなものになっています。 でさらにです、ね、そこにこうルールを設定して、そこで評価をすることによって、まあ、後ろのターゲットへ配信するというのが、まあ、イベントブリッジの基本的な機能になっています。はい、ここまでがです、ね、あの前段となっておりますが、改めてです、ね、今回ご紹介するあのイベントブリッジパイプスというもののご紹介になります。 今説明したです、ね、あのイベントバスというものが不要で作れるというのが一番大きなポイントかなと思います。ここはです、ね、あの今までこのイベントバスというものを設定する必要があった部分がこう設定せずにです、ね、このソースとターゲットをポイントツーポイントでシームレスにこうつなぐことができるという形になっています。またです、ね、中であのフィルタリングであったり変換、追加データの不要。 ここではではすねエンリッチメント、まあ、強化というふうに呼んでおりますが、そういったことも可能になっております。また、ですねここであの一番下に書いてるんですけども、フィルタリングでえっと除外されたイベントは課金の対象にならないというあの構成になっておりますので、あのコスト効率をですね高めるためにも使っていただけるサービスかなと思っております。今、ですねお伝えしたところを、あの今、構成要素としてあの書きますと、こういった形になっています。 今までですと、ソースのイベントを把握して、それでイベントバスを設定し、ターゲットでまあデータ処理をするみたいなこう流れだったんですけども、イベントブリッジパイプスのですねレイヤーでこうフィルタリング、変換、データ追加といったですね柔軟なデータ制御が一元的にできるようになっています。あのこのことで,で、ソース、ターゲットから見た際に、うう処理の依存がですね剥がれて、より素な結合で,ですねこうシンプルなイベントドリブンアーキテクチャをま表現することができるという形になっております。 例えばですね、今までです、このトランスフォームですとか、まあ、こういったところをですね、後ろ側の例えばターゲットにラムダを設定した場合に、まあ、ラムダ側でこうデータの処理とかを、まあ、それぞれのですねラムダでやらないといけなかった部分が、一元的にこうパイプスの中でできる、かつそれがまあ隠蔽される形なので、シンプルにつなぐことができるというところが、あのとてもいいサービスだなと思って、今回ご紹介をさせていただくというポイントになっています。 ではですね、こちら、すごいシンプルなサービスなので、見ていただくのが早いかなと思いますが、デモの方に移れればと思います。今回ですね、すごいシンプルに作っています。流れとしましては、データソースにですね、ダイナモ DB、いろいろつなげるんですけども、ダイナモ DB を置いてですね、ストリームズでこう流れてくるデータをイベントブリッジパイプスにつないでみようと思います。ターゲットはですね、アウトプットが分かりやすいように、クラウドウォッチログズに出力して、JSON を見ていくような形にしていますが、 え当然ですね、ここで流れてくるデータの内容を、ほ、まあ、他のサービスをターゲットとして、まあ、つなぐことができますので、まあ、そのイメージで、まあ、こういったデータを、まあ、こういった変換ですとか、まあ、先ほどのエンリッチメントをした上でで、あの他のサービスにつなぐことができるんだなというところをです、ね、あの見ていただければと思っております。でパイプスの中であのフィルターとです、ね、エンリッチを使って、まあ、ログの内容ちょっと変わりますよといったところをです、ね、ちょっと見ていければなと思っております。はい、ではですね、ちょっとログの、あれですね。 イイベントブリッジパイプスのです、ね、デモの方に移っていいければと思います、はい、この画面ですね、あのイベントブリッジの画面にも行っておりますけれども、上からです、ね、イベントブリッジと検索していただければ出てきますので、そちらに穴から使っていただくという形になります。で最初のこの画面で,です、ね、あのイベントブリッジパイプといったものがありますので、ここから作っていただいてもいいですし、あの左側のです、ね、欄のところにパイプというものが新しくできておりますので、まあ、こっちから行っていただいても大丈夫かなと思います。 えとすごいシンプルな構成になっているので、パイプの作成の部分からスタートしていこうかなと思います。まずですね、名前をつけていただいて、えー、と例えばですね、まあ、今回ちょっぴり DD なので、ちょっぴり DD テストみたいな形で作りますと。GUI がすごい分かりやすくなってまして、今、ソース、例えばフィルタリング、強化といったところを、ね、押していただくと、それぞれ設定するポイントになっております。 でまず今回ですね、DynamoDB のストリームスのところをつけていければと思いますので、まあ、こちらは事前に用意しておりますけれども、この Kinesis で,ですとか、SQS、ま、で、あ、すとか、MSK みたいなところの中にあるですね、DynamoDB を選択いただくと、すぐにです、ね、あのストリーム使えるストリームの中身が出てきますので、まあ、この中から選んで、サブスクライブするところですね、このソースとして選ぶところを決めていただくという形になります。 で今回ですね、もう作っているストリームスを選択いただきますと、まあ、開始位置をですね、最初にするか、次イヘッドリムにするかみたいなところはありますけども、基本的にこれだけでソースの設定が完了します。で最初にですね、あのすごいシンプルに見ていただきたいので、すぐにあのエンリッチですとか、あのフィルタリングをせずにですね、ターゲットの設定をしていければと思いますが、ターゲットもですね、イベントブリッジのところであのサポートしているもの、基本的にはサポートしておりますので、そのまま中から選んでいただく形になります。 今回はですね、クラウドウォッチログをですね、選んでいただきますと、そのままですね、ログのグループみたいなところですとか、自分でこう、新しくですね、ロググループ作ることもできますし、今までの既存のロググループを選択いただくことも可能になってます。今回はですね、ちょっぴり DD のテストといったものを作っておりますので、そちらを設定していこうかなと思います。あとはですね、パイプ設定とパイプの構築という上のタブがありますけども、パイプ設定に行っていただきますと、 えとそれぞれのですね今回、ロールを新しく作りますかみたいな部分ですとか、あとはそのリトライ処理ですね、まあ、何回こう試行してみたときに、まあ、それがあのどれだけリトライするのかみたいなところ、またですねこのぐらいの時間失敗したら、デッドレターというのほ、ね、うに移動させてやるみたいなところもですね設定できるようになっておりますので、こういったですねリトライ処理を自分で書くみたいなところも、えー、ここの部分であの実装がマネージャーにできるようになっております。今回、特にここら辺はですね設定せずに。 あのいければと思いますが、えー、こちらをですね、バイトを作成と押していただくと、あの進むという形になります。今、ちょっと作ってるものなので、そのままいきますねで。作っていただきますと、こんな形で、ですねもう出来上がりますと、ソースのダイナモストリームスから、まあ、ターゲットにこう行きますよといったところで、まあ、それぞれのですねあのソースの情報ですとか、ターゲットの情報をここから飛べるようになってますので、あのこれをですね、あの押していただくと、すぐにダイナモ DB の該当のストリームスに飛べるといった形になります。 で早速ですね、あのデータ追加してみようかなと思いますが、項目でデータをですね、例えば何でもいいんですけども、まあ、今回ですとちょっぴりテストみたいな感じでこう ID を入れたとしますで。今回ちょっとテストっていうのいっぱい入れてるんですけども、そうした場合にもこれがですね、あのパイプでつながってますので、ターゲットの方のログに、クラウドウォッチログスの方にですね、もうこれが出力されているはずですという形になります。 今回のテストパイプというところですね、見ていただきますと、えー、と今です、ね、送ったイベントがこちらに出ているのが分かるかなと思います。で今まで見ていただいたとおり、この部分のようにです、ねあの、この統合するためのコード、今、一切書いてないですと、本当にです、ね、あそこで設定するだけで、あのこのようにあのサービス間をつなぐことができるというのが、あのシームレスと言っている部分になります。 今追加したちょっぴりテストみたいなところが、まあ、この ID として入ってきて、まあ、追加されているインサートといったところが分かるかなと思います。はい、次にです、ね、えー、とこの部分、変更の部分からです、ね、いろいろフィルタリングですとか、まあ、強化みたいなことができるようになっておりますが、ここの設定をしてみようかなと思います。 えとフィルタリングの部分は、ですね、えー、とイベントパターンみたいな形でこの設定していただけるようになっています。あのそれぞれのですね上が今ですとサンプルイベントで DynamoDB のストリームスをあのイベントとして見るようになっておりますけども、まあ、こういったデータが流れてきたときに、まあ、どの部分でフィルタリングをするんだというところを、ですねあの下の部分で設定いただけるという形になっています。例えば、ですね今回、あのこのような形で、えー、とデータが来てますので、えー、とこれをですねどの部分でフィルタリングをかけるのかみたいなところを 自分ででちょっととすすね試してみようかなと思いますで上の部分はですねあの入れていただくと、一番下にこのテストのパターンというものがありますので、こちらを押していただくと、まあ、上のものをですねサンプルイベントとして流したときに、下のイベントパターンがどのようにですね判定するかみたいなところが見えるようになってますので、この点をですねあのチェックしながら決めていただければと思っております。 ちょっと時間があれですね、ギリギリになってしまうので、ちょっとこれを試すというよりはですね、それぞれ設定のところをお見せできればと思いますが、えっと、強化についてもですね、ここの部分、いろいろラムダですとか、ステップファンクションズ、API ゲートウェイみたいなところをですね、間に挟みながら、えっと、進めることができます。今回ですね、ステップファンクションズをあの事前に作っているんですけどもあの、ステップファンクションズの中にですね、 あのすごいシンプルに文字列を変更するようなステップファンクションのイベントを作っていますが、これを挟むと、完全にパススルーで,で、中のストリングのイベントを、私の名前は○○ですと ID を入れるような形で変換することをやっておりますが、これをですねイベントブリッジのここの部分で実行して、後ろのターゲットに対して送ることができるというのが、この機能になっています。 いい点、注意点としては、えー、と現在のステートマシンの,です、ね、あのイベント、ブリッジあ、ステップファンクションズの部分はです、ねあの、エクスプレスのほうしかあのタポートしておりませんので、えー、と標準ではなくエクスプレスのほうであの作っていただいたものを適用いただければと思います。 はいちょっとこれをですね全部お見せしようかなと思っていたんですけども、えー、と時間がですね結構かかってしまいそうなので、一旦ここでですねあの設定を、あのパイプを更新とやっていただいて、流すとですね基本的にはすべて流れるようになりますので、えー、とこちらをですねあの設定して、あの手元ですぐに試せますので、やってみていただければと思います。はいちょっと駆け足ではありますけども、と戻りまして、えーと、最後にですね、えー、とよいしょ。 まあデモの部分に関して、まあ、料金の部分になりますが、先ほどです、ね、お伝えしたとおり、フィルタリングしたものに関しては除外されますので、ここでうまくです、ね、イベントを絞ってあの使っていただくと、コスト効率よく使っていただけるかなと思っております。でまたです、ね、あの参考になるあのサーバーレスパターンですとか、まあ、どのようにこうパイプ使うと、まあ、こうあのアーキテクチャとしていいものになるのかみたいなところはです、ね、こちらにあの載っておりますので、ぜひあの参考に見て、すぐです、ね、使っていただければと思います。 はい。自分の方からはですね、駆け足になりますけども、こちらで以上とさせていただきます。はい。ありがとうございました。